今回紹介するのは、残念な職場。53の研究が明かすヤバい学び。という本です。人を生かし、利益を上げる職場への処方箋、ヒントは意外なところに、働き方改革が叫ばれるこのご時世。世間ではまだまだ根強く残る非常識、非効率な。 残念な職場の実態とその解決策を取り上げた本である筆者は変化を嫌い自分の保身だけを考え既得権益にしがみつく人をジジイを定義このジジイたちが会社の上層部を占めることで無責任な人ほど出世するという職場が形成されるとしているこの指摘は私が座右の書の一つとし筆者も取り上げている ピーターの法則にあるように、階層社会では誰もが無能レベルに達し、そこに例外はないと合致する、つまり課長として有能で部長に昇進しても、その役割を果たせない無能者が社内に跋扈することになるということだ。また、女性の労働環境については、労働を商品としての労働力の市場労働と家事、育児、介護などの ケア労働に分類フィンランドなど北欧のように男女の区別なく両方の労働にアクセス可能とすべきとしている他にも残業問題について長時間労働が直接過労自殺を生み出すのではなくその間にオーバーワーク精神障害という要因が存在するとし職場における責任ノルマなどの スストレス要因の軽減が必要と結論付けている。以上のほかにも、さまざまな視点から、残念な職場を論じているが、本書が多数の研究・調査からデータを引用しているにもかかわらず、ーッと理解できるのは、引用にあたって、数字でなく、文章を多用しているためだろう。筆者の主張にうまく紛れ込むような形でデータが引用されているので、 頭を切り替えなくても内容が無理なく理解できる最後に本書では会話が会社のリソースを機能させる具体例として人声掛け運動が走行した会社を挙げている「おはよう」の一言が上司と部下のいい関係につながったほか給食率も大きく改善したそうだ残念ながら現在の日本には残念な職場がまだ多数派だろう 改善の必要性や方向性を検討する際に無能な可能性ある経営トップの声を背景にして大冗談に構えて解決策を検討する会社が多そうだが意外に足元の声かけといった地味な行為が解決への道筋につながるのかもしれない。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。